1回戦からすっげえヒヤヒヤさせられる。その次ね、いやウェイやってるから、ね、ジャックさんとカンちゃん、ジャックさんとカンちゃん、ジャックさん、そこにカンちゃんと、よしこれで名前出たな。さあ、1P がモモ、2P がマサトゥといったところで、モモイオリがなんかいつの間にか消えてる。はいこんにちは、大会まだ始まったばかりです。さあ地方ディレクルは、C 山崎、いや山崎対ユン、さあどうなんでしょうね。鉄山コヒット、そして総来電撃だったっけ、あ違う、否定ソウル人か、間違えた。レベル2ギロチュー打っていく、これは中のさばきの合口かな。しかしユンはまあだいぶ使用しましたね。さあキム対山崎、さあジャクジャク砂蛇、今日はよく見ると C キムも3人ぐらいいるな。さあキム使いがちょっとずつ増えてきたのかな。足しだけ足しだけ足しだけブンブン、あー確かにあれきつそうだな、 山崎の足しだけブンブン。キムはねリーチが長いけど発生が早いっていう技はないんですよね。あれに差し返すの無理じゃねえかな多分。さあヘビ使い、さあキムはあーと前手を通してしまう、レベル2ドリル、これは死んだでしょ。さあ桃山崎が大活躍、さあ大将レシュリユリ、ユリが大将ってすげえな、ユリに一体何ができるんだろう。ライオン剣、さあ前提通してジャクジャク、後剣後剣、さあ前提寄っていくが今度は投げられる、もう一回投げる。さあこう走行してるうちにまた山崎がレベルに溜まった。さあジャクジャク砂蛇、これで射程圏内、あっと切れ打ったかガードされている、あーと対空レベル2ギロチン、しかもちゃんと今姿勢の低い状態から出そうとするために壊し空振りからやったな。勝ったのはもう中堅の山崎で3立て、あれ練習してんな、あれ練習したな、練習してんな、姿勢低いまま出すギロチン本当大事だよね、あれあれ大事大事、出ないからねあれできないとキムの時なかなか落ちない、なかなか落ちないしかもギロチンってねかわいそうなことにちょっと早あの攻撃になってるところに早く出しちゃうとね、うん、なんか一発で吹っ飛んじゃう時あるんだよ、ね、あ, あ, 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 あれみたいな感じで。さあ、名前変えよう、ワンピーがカンちゃん、ツーピーがジャックさん、名前変えよう、あ名前変える、あいよさあ真のメガネはどっちだ、
恋愛対決。Cよりピーサクラはさすがにちょっと火力差でかなりより無駄んじゃないかと思いますね。おお、では間に合った。おおおおお、ジャクさんベガじゃないんですね。さあカンちゃんといえば対空がすごい。次ピロシキ稲葉行こう。稲葉さん暇してるね。おっと3発目出し切って、稲葉さんとピロシキさん次じゃんけんしてワンピースで決めて3発目ください。おーおー、さあ、あはー強引に、おいかん、かんちゃん、あ、ありがとうございます。はい、こんにちは、お疲れ様です。いつもの大会です。さあ、これはキャミー残業されたくないですね、イオリに。こういう状況のイオリ超強いですからね。確かにね、なんなら待望はいっぱいまでもう、そうだね、死なないでいこうっていうつもりでいればね、うん、キャミもなかなか攻められないですからね。そう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 、焦ってね4人せとどめ刺そうとすると、あ、ありがとうございます。一番最悪なの歩いて投げに行ってそれで弱々レベルに置くのが最悪ですよね。あ、最悪だね、それね。さあスパチャありがとうございます。これは割とキャミが有利だと思うので、カンちゃんどう崩していくか。さあかなり危ない技が当たっている。おっと二人とも技が出ない。さあステップ投げ、お、方王脚が出て、おお、あれ、ね、小さいキャラにあるんですよね。そうだね、壊しだ、空砂人だけ空振るっていう。うん、おお、大パンが当たって。キムの砲脚ってあのピーグラリティ対空で使うとめちゃくちゃ強い気がするんですけど。ああ、そうだね、ブロッキングしてもあの派生するじゃないですか。そうだね、連続攻撃が。さあジャックさんはゲージを貯めたいところ。ああ、うまい。しかもカウンターでつながりやすいのを分かっててチューチューにしましたね。ああ、偉いですね。素晴らしい素晴らしい。これで練習してますね。してますね。あれシャーチュータッシュはすげえ本当は難しいですけどね。難しいんだ。でもか、そうか、カウンターだからってことね。そう、カウンターだから簡単になったっていうやつです。さあそのやり込みですね。あれは特に布石のない扉はカンちゃんには通らない。いや、これかなり厳しいですね、ゲージが。きついぞ。これでスタッチは回復したでしょ。そうですね、これでデッドリーが溜まればワンチャンある。ワンチャンありますね。そう、無理しないときは前提で逃げる。うおおおお、あ、あるぞあるぞ。さあ、わからない、わからない。あ、わかんなくなってきた。おお、ガードしてる。怖っ。今レベル3だったら当たってました。あ、レベル3だったら多分当たったね。時間停止で当たったよね、ガードしなきゃ。うわ、今のまとわりつく弱襲。あ、今取られたら終わってたけど、カンちゃんも勇気ありますね。もう一回蹴れ。どうなる。おお、うまい。バックジャンプ大蹴り。あ、これいやー、間合いの取り方うまかったですね。いや、勝ったのはカンちゃん。やっぱ大将がピーギース C サガットになるとやっぱ中堅でかなり稼いとかないとっていうのがありますね。うん、ねえねえ、ウェイさんがさ、ウェイさん来てたのにイントリしてなかったから。俺ここにいたんだけどさ、俺やっててさ。全然来てなかった。さあ、ウェイさん、認識そばで特殊能力があるんですよ、ふと。どこだっけ。どこだっけ、どうすんだっけ、これ名前、あ、これか、こうか。そうそう、あ、いい、お願いしちゃっていい。1P なば 2P ピロシキです。さあ、早い、反動早い。
いや稲葉さん曰くライデン対キャミーはそんなにいけない組み合わせではないって言ってましたね。さあ画面端を画面端から逃げてさあライデンはね、キャミの立ち大キックに対して立ち大パンチで相打ち取ったり当てたり。確かにな、フォックスさんその通りや。あ、フォックスさんなんか現場の人の感じがしますね。よくその苦悩を分かってる。落とせねえあの技。そしてバリア、画面端をどんどん背負っていく。そして前に来る、トリッキーですね。次ダヨシさん、ダヨシさん。さあここまでライデンが翻弄している。お、怖っ。お、なんか逃げるところを。今のもね2回転もあるんで置き攻めで裏表は怖いですけど、もう勝負に出たって感じですね。さあここでキムが頑張ればいい勝負になりますが、ただ逆言うと稲葉さんはこれ勝ち切らないとギース・サガットの対象戦になっちゃうので。おー、うまい、バックステから上キャノン。確かにね、ここ稲葉さんが勝っておかないとね、かなりきついですからね、対象戦は。いやー、 N サガットってめちゃめちゃ強いキャラだと思うんですよね。強いよ ね小ジャンプと前転が両方あるからね。まあでも C サガットもねベクトルは違うんですけど超強い。おっと、おー、死んだ、ちょうど死んだ。おー、ゲージを温存して、これいい勝負じゃないですかね。一時期サガと同キャラ以外だったら、あの N サガが一番強いんじゃないかと思った時が、ブランカ戦とかね、キャミー戦とか。なるほど。でもキャミー戦は計算なのが強いか。なんかね、S サガ超強いって聞きますよ。それはちょっと謎ですね。さあこれはいい勝負。さあで、だが稲葉にはワンボタンレイジングがある。ワンボタンレイジング、まあ、2ボタンかな、発動して。うまい、出た、すげえ。確かにね、マックスの時飛んでたらほぼ 100% レイジング出る、出る、出る。発動中に仕込んでる、仕込んでるとか。おお、これは超いい勝負。これ2人とも射程圏だから。そうですね、これは。あ、発動した。あー、決まった。まあまあ気持ちは分かる。でもね、怖かったと思う。まあ、あれをガードしたのもすごいですね。まああそこでね引いたら負けだと思ったんですよね。いやー、お互いぶつかり合いましたね、根性が。え、ジャックガンはあれだよね、カンちゃん勝ったよね。カンちゃん、あ、ごめん、俺チャクタつけてた。うん、これどうすりゃいい、これ。こうか、こうだね。はい、いつもの決勝の組み合わせです。めげずに竜巻、あっと起き上がってしまうと。攻める攻める。さあ弱中強いろいろあるんですが、よく見て適切に返してますね、さすが。それでもくぐってくる。怖い怖い。さあ落ち着いてる。そりゃあ、おっと
今のはリバーサル何もせずバックジャンプを見てちゃんと落ち着いてますね。まあ、あの状況で置き攻め怖くてできないですからね。さあ真上からかぶさってくるのはブランカでも若干落としにくい。さあ龍は最後の仕事と言えばかりにゲージを貯める。まあ近距離だったらね波動抜けられてもローリングも逃げてくんで抜けてくんで。さあ龍が超働いた。あ、コマケビンさんありがとうございます。コマケビンさんもいつも見てくれてますよね、ありがとうございます。さあ開幕前転、まあガイルはね、おっとガイルの飛びは相打ちでもいいから落とすっていうのが大事ですね。さあこれは死ぬ。あ、じゃあ次読んどきましょう。ライさんできる？ライさんやってる。あ、じゃあカルシムさんとカンちゃん、さあ試合に戻ります。あ、なんか減ってる、イオリが減っている。さあさばいてますね。さあ見てから近距離の球を見てから落ち着いてますね。こうなってからの寄りがやばいんだこの人。おっ、ちゃんと壊しローリングを、おお、寄せつけずにダイヤ先生が勝利。割とビッグワンではねガオ先生が勝ってるイメージがあったんですけど。カルシムさんとライスさんまだやってるね。じゃあこの次トバリさんと稲葉さんできる？あ、じゃあライさん次できる？さあ、ごめんね。カルシムさん一体どなたですかね。大技を振ると、あー、よく飲んでる。ピオリも近いか。さあダルシムはちょっと切り返しが乏しい。うわ、すげえ、追いついてしまった。おーおーおー、表。さあ、あの距離の飛びがダルシムは落としにくそうですね。あの距離のね飛びはギースは落としにくいんで。キム対ギース、おお、空差で打っていく。さあギースが保護色になっている。あ、投げ連をしている。そこで、いや怖い怖い。さあ怒りゲージが3割2割1割おお、一番美味しいとこで当てた。これは美味しい。ちょうど怒りなかったね。ね。それも半分増える。ああ。落ち着け二人とも。お。まああのカルシムさん初心者なんでしょうがないですね。あ、そうですね。カルシムさんちょっとカペスの厳しさをね教えられてるんです。あ、小玉神が見てくださってる。
さあ、ギエンザとことん前転してきますね。キムの前転も早いから ね。お、うまい。あ、カルスミさんうまい。あの中足から上ショット打てるのはね、波のプレーじゃないですね。今うまかったね。さあ黄金の組み合わせ、おお、いいところで前転したが、さあ押してるのはカンちゃん、デオが、デオが当たっていく、おお、お、ピヨってちゃんと当たっている。カルシムさん、カルシムさん、やっぱカフェさんは慣れてないんですね。まさかタイガークラッシュやると思ってなかったよ。勝ったのはカンちゃん。モモライでしょ。で、次トバリーナバかな。トバリーナバ。この人強いのって煽ってんの。1P が荒い、2P がモモ。いやー、やはり魔王強い。お、全強花。スタンギリギリだったと思うんだけど、よく回復しましたね。5番トーマ、さあここまでは雷響の一方的な試合運び。おっと、これ前転取ってレベル2を止め、鬼は切れ締める。投げている。ああ、さあ雷響体力半分残して山崎戦下段トーマ、下段ヘビ使えて対抗。下段トーマってあんなに振っていい技だったっけな。下段ヘビ小判トーマ、もう一回下段トーマ振っていく。さあジャクジャク砂ヘビ通って、さあ今度は上から乗っかるような感じ。あ、本当だ、色赤くない。どういうことだ、色ミスったわけじゃないだろう。さあどういう風の吹きました。しかもそのレシオニが中堅ですからね。さあジャクサポスカークラッシュ、一度とあったように見えたけど、レシオ差があるから削れましたね。大将レシオニーロレント、さあもうはこのロレントで何とかするしかないぞ。あー、今チャンス来たけど、これはチャンスを待つか。さあキャノン打っていく、ガーキャン使っていく、カウンターコンボ、もう一回目来る、これあーと出ねえ。フォアシンキャノン超痛い。さあ絶対絶命、あー金大Pな。テイクの出なかった。迷って出なかったか。迷ってないよな、だって下ショット思い切り出てたからね。しかも大体ボボさん見せときて、あのパトリの暴発とかよくあるんだけど、それすら出てなかったからね。そもそも波動入力すらちゃんとやってなかった可能性が。プレッシャーに。
月下行こうか。ジャックさん空いてる俺と。そうこの2人はお互い死ぬほどやってますから、まあいつもの対戦って感じですね。なんならこの2人10先やった中ですからね。そうだねさあ大パンがどんどん当たっていく。さあぴょん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 ガキャン。いやおーおーマジかうましかもあのエネブル空中ガードないのはいいことで結構ロケッティア使ってましたね。そうだね確かにちゃんとエネブル戦だからやるっていう感じですね。グル対策できてますね。さあ前提は逃がさない。あちゃんと今おそらく烈風拳かなんか読んで大足烈風拳読んだんでしょうね、うん、さああっという間にギースのガードゲージが当たった。あああああいいとこ全然置いてんなと思われた。いい前転でしたね今のは。迫りくる N サガット。あーいやーここいいところで飛んでるそっちに行っちゃったって感じですね。あとじゃ珍しいジャイキンが出ない。珍しいですね。トバリさんも全然飛びのかあの感じに行ってましたよね。おっと割れて。おおあれたまに大パンアパがやろうとして大パンが変に使う時とかあると思うんで中盤でのは偉いですね。確かに。さあ稲葉さんはチャン使うんでチャン対策はわかるでしょうね。わかるでしょうね。おーおーおお今なんかなああチャンの前提って全キャラで一番長いモーション長いんですよ。長いのに、うん、それを投げ死刑が出るって珍しいさあ N ギースはゲージ常備じゃないのでそうおっとうわ高いしかも高い意識高いっすねしかしチャンのさあこれであと1耐えた。かっこいい。N グラこれがきつい。あ、あしっかりしてる。これはでかいぞ。さあ確実に。塩さんのね6割消した。チャハンの残業が止まらない。人削りができない。いやちょっと。ああようやく。しかも今ちゃっかり最後空中ガードしましたね。まだ死なないと思って。さあ、おお、こうなっちゃうとなかなかきついが。あ、でもデッドリゲージあるとわかんない。そうだね。ワンコンボからピュッと終わったりするんでこの組み合わせは。おーおー、前に出ていく。攻め切った。勝ったなトバリ。じゃあ下。うん。じゃあカルシムさんと。この次ね、どうぞ。カルシムさんとシールカさんやってるんで、稲葉さん、あ今やったばっかなんで、じゃあ僕、ピロチキスさん、次、さあ、お釣りを入れていく。今のは確定しましたね。竜巻がどうしたらいいか分からない。ああ
これはまあお、ちゃんと竜巻にお釣りを入れていくのが大事。さあ投げたので、ちゃんとガードしている。そしてまた回る。ああ、くる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 。おーおーおお。おー、うまい。ソニックをどう処理するかなんですよね。難しいと思い、おー、うまいな。ここまではジャックさんがかなり、あー、ショージャンプは見ている。そして固まったところを投げる。わあ、ガオさん反応は本当にピカイチなんで。2発目を当てに行く。2発目が強いんでね、1発目空振って起き上がりに2発目が当たるように。いや、嫌な距離の裏剣を連発。おっと、あ、今日なんかみんなこういうの多いな。あー、結局割れて。やっぱりね、格ゲーっていうのはコンボをミスるとダメってことですね。さあこうなってくると厳しい。ガイルを倒せば、まだゲージを温存して倒せばわからない。ああ、削っていく。1P がもう 2P がピロ式ですね。お、結構減った根性線乗ってるせいか半分あったキャビ死にましたね。さあ投げて、さあ投げて、さあイオリ相手に被弾せずに倒せたのは大きいんじゃないか。キムよりはね、割とイオリよりだと思うんですけどね。さあ中堅山崎、さっきも山崎キムやってましたね。さあ全然早い。なんかさっきと似たような光景だと思うんだけど、足だけブンブンして冬ついて全然レベルに取れる。あー、やり返したレベルに全部逆。さあ
ハープエスツーはやりに行ったもん勝ちだ。さあ飛びからつながってはいないが、コバコバ砂蛇が当たっている。さあ大将レッシオにシーサート、シーヤマザキ対シーロレント、どうなる。ゲランヘビ、中ヘビ、前転から壊しはガードしている。コバが何か潰した。あれね、まあ、ちゃんとやれば隙があるんですけどね、ちょっと練習しないとあれはタイミング忘れちゃいますよね。あと大河見てしゃがみ大パンチを押す男さあ雲行きが怪しくなってきたぞ。さあ大将戦、列車にシーロリとか出てくるまだタイガーを踏む。タイガーバカッと飛び越えると今空振りと思ったんだけど、よく当たったな。さあロレタに下がってどうなる。コパコパ、ロレタまだレベル3溜まってない。しかしもう溜まるな。これでおそらく当てた方が勝ちでしょう。もう一回出す。エアレイドはね、弱中強の選択肢が、おお、よく前転逃げた。これはまだ知らない。あるか大剣さあ射程圏内、投げるゲームする。さあピロシキあるぞ。これはさあおそらくこれはもうレベル2ぶっぱなっても死ぬでしょう。レベル2逆キャラレベル1で、さあロレンタこうしないでガーキャンのゲージが溜まってしまう。あーと前転を見ていた。いやー、いい勝負だったな。ピロシキさん久々に来てこんなに強いと思わなかった。あ、ごめん、次読んでなかった。稲葉雅人いける。で、その次カルシムとピあのシールがもうやあめっちゃやってた。あ、次シールガとカルシム。カルシム、カルシムどこ行った。カルシムまさか自分で名前つけたり忘れてんじゃねえだろうなカルシムちょっと今不在だから後でしよう。あ、名前がおお、いやー綺麗に溜まれてますね。あんまり上の判定大きくないのかしら。あ、ユリのガーケンはガードさせても全然大丈夫なんですけど、スカルト危ないですね。さすがに一見で少量モーションだから ね、あの スカルトでかいように見えるんだけど、そうそうそう、あれ意外とすげえ小さいんですよね。そうそう、ロレントと一緒だねそうそう、ロレントもねスライディングモーションなのに、そうそうそう、なんであんな小さいんだ。超めり込んでるのに。さあこのねユンがね掴みどころがないんだよな。さっき捕まえられずに僕はヨリが死んじゃいました。さあここで稲葉さんはユンなので N サガットのスパコン食らったらやばいでしょう。壊し下でよ。ユンは火力もねかなり最低クラスなんで。おお、うまい。あっと、あ、地上で当たっている。なるほど、対空用法はなかなか発想としてはすごいぞ。あれ何、どんな当たり方しても地上に吸い込むの。いやまあ空中でもちゃんと全体当たるけど、うん、ただあれ発生がめちゃくちゃ遅いですよね。あ、なるほどね。よくちゃんと今当たったなと思って。おお、なるほど、割り込みポイント割り込むんだね。勉強になります。あ、そうか、あそこで、そう、あれね、隙間があることね、知らない人はね、どうしてもガードしちゃうんですよね。そうな、いや勉強になりました。おっと、うまい、誘って
さあ置き攻めというか、ああさすがに読まれた、手数で勝って、おお、ガンガンいく、めっちゃ攻める、体格差をもろともしなかった。さあ大将列車にエヌギース、みなもさんは塔にもレイジも出しかねない。ユンは使ってる分にはすごい気持ちよさそうですね、まあ、おっと、あの自由度が高いですよね。そうですね、やりたいように動けるっていう、うん、地上でも空中でもいろいろある。おーおーおー、中断、おお、雷撃手も割と判定強いですね。レップ剣足だけ弱中半月山、今日の半月山出してきますね、出していきますね。あれ割と隙があるんですけど、まあめり込めなければギースは反撃できないでしょうね、うん、そうですね。おっ逃さない、いやーあーでもゲージがなくなると見越してですね、うまいですね。さあこれがおそらくラストチャンスだぞ、できればレイジングじゃなくてレッドに当てたいところでしょう。今のオープンで今日はみんな決定的なところで見せる。今のは救われた。今残り1割、死にはしないですけど残り1割ぐらいになりましたね今。でもギース相手にガメ足でデッドに食らったのは実質も死に等しいですね。そうですね。今のは流れはレッドに当たってたとしたら置き攻めでちょっと遅らせてダブル烈風剣でピオラスか、うん、下段当てでピオラスかっていうミオラが見えましたよ僕は。キムはね、あの中と今日の、ね、半月差はね、うん、割と隙がちょっとあるっていうのはね、うんうんうん、あれは知ってる知らないでね、だいぶ戦いやすさが変わってきます、ね、さっきのは確実に半角でしたよね。中の半月差はマイナス5分なんでね、ギースの調子確定します。さあ開幕飛んで、あ、次、俺とモモさん、あ、はい、最初はグー、じゃんけんぽい、あいこでしょ、はい。さあ、よくわからない、バイス対ダルシム、あ、うまいですね、見て、ドリルを読んで、すごい、行ったり来たり、ものすごい勢いで画面を往復してますけど、ダルシムが。おっと、なんかいやピーグルはね、おーうまい、ちょ行き先を、おおなんだそれ、変な当たり出した。でもあれですね、ダルシム対響きはかなりダルシムが有利っていうのを聞くんで、そこまでいかなかったのはシールガさんとしては、おーおーおー、あ行き過ぎちゃった。いいところで前提しますね。バイスとしてはギースを画面時間逃がしたくないですね。そうですね。あおー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 、いやいいですね。カルシウさんジャンプするところはすげえいいんだけどな、うん、残業する、あこれは死ぬ。このラウンドメイヘム3回ぐらい当たってましたね。当たってましたね。もう失うものはないですからね。マジであれ最強の年ですからね。さあこれはね、なかなか響き側がさばききるのが大変と聞きます。これ普通はねギース有利だと思うんだけどね、うん、なんかキツネさん曰く軽響きはかなりいけるってましたね。いけるってか、まあそんなに不利とは思わないってましたね。正直俺もキツネチャットやってね、ちょっと変わり始めた、うん、なるほど。あれこれもしかして響き有利なのか、楽じゃないぞと。おお、なんか繋がりそうな当たり方した。いや強い。火力差でかなり追いついた感じですね。さあ大将、俺一緒に消えたと
開幕当てみが見えた。まあでもね、スパコン入りますから。さあここでスパコン使うか、迷うとこだな。ノーゲージで山崎サガットになると、これでケーグルの怒りがこんだけ溜まってるのがおかしいんだよな。山崎としてはね、あの確定状況でスパモン使うってことはそうそうないんでね。そうだね、ここで計算あたり早いうちにパナスカ、怒ってからパナスカがね、結構ね、そのまま読み合いに変わってきますよ。ね、まあ、結局はそうだ、どっかでパナすんだよね。さあここまでは怒りゲージを消費して、うわー超痛ぇ、それ超痛ぇ。ただゲージがある、山崎にはゲージがある。お、カルシも落ちるか。あ、これ射程圏内だぞ。あーっと、これはあーでも残る、これ残るな、これはゼロだった、こわー、ゼロだった。あカルシム今のジャスされたら、今上キャノンで死んでましたね。多分早く終わってっていうでね。いやでもいい勝負でした。よし、次シールガさん、マサトさん、名前書いてるとこかな。ワンピーがモモさん、ツーピーがガオさん。今日のモモさんはね、さっきの試合やっててすげえ八乙女が出てたイメージなんですよね。This is gonna be a match to remember. Fight. さあ先方戦、いつもの空中ガードから、あっと空中ヒット。下がってピオリチ回復。さあここからどう押し返す。おっガードしている。たまたまボタン押すのが早すぎた。着信コアコア竜巻、めくりは前提で逃げて、おお、ナイスガード。あと真空ミスだな、今のは中だから。竜巻で反対側へ。さあゲージを貯めて、体力的にはユンリードだが前転止めて中段立って食らっている。おっ、これは分かんねえぞ。下がって、ああいい竜巻だな。反撃ができそうでできない、この体力だと空中ガードするわけにもいかない。さあ残りわずかの体力の竜をサクッと倒せるのか。歩いてきた。死にかけ、死にかけだから凪を食らっても知る。どこまで歩くねん。怖すぎる。さあなんやかんやでお互い体力マックス、ゲージマックスの中堅戦。これ結構ね、山崎側が苦しい組み合わせじゃないかと思うんですよね。まあ、ガイル側もね、山崎の飛び落とすのは簡単ではないんだけど、まあ、うまくさばいてる。ジャクジャク様めくりはカード、あっ、ピヨっている。これ結局ね、山崎の前転を止めれるかどうか、通せるかどうかの勝負になりがちなんですよね、この組み合わせは。さあ対照戦、ガイルは体力全開まで回復している。上からかぶさっていくが中盤体育、空体育、
あのジャンプ中継ね、変なところに当たるから。さあここでレベル3テイクので体力大幅リード。なんと入ってきたところサマー大足あのジャンプ中継で多分後頭部を狙っていくとね、通常の体育でかなり落としにくいんですよね。サガットの飛びに似たような判定を持ってるんで。さあ対象戦ロレントの体力は6割ぐらい。しかしゲージがないので、おっとなんか漏れたナイフもナイフも漏れているいやさあこれはレベル2入ったら死んじゃうぞなんかパトリでした勝ったのはガオあなるほどね、ガーキャンしようとしてレバーが回っちゃってたグダグダよりに飛ばれてしゃがみジャックパンチ出しちゃったっていうね意味わかんないんだけどいやー超テンパったな。なんかさあ、さあ固めていく。全キャンドスが強いね。ライデンの全キャンコンビネーションみたいな。おお、つながって。ああまああるあるあるですね逆いっちゃうと割とあれになるんだよねおーおおこっちはしっかり出る。おーおーレベル3レベル2でも今つながりましたかね。ユリ のチョーパーあれレベル3はすごい突進力あるんですよね、うんうん、レベル2だったらどうでした今の。レベル2は多分無理だったかな。なるほど、じゃあしっかりしてますねやっぱり、うん、さあ誘ったがドキナジャクジャク。さあバイス対キム。ああバイス、あこれ前転2人とも超強いキャラだね。確かに両方とも最強クラス行ったり来たりする拡乱してますね拡乱してますね。おーおお、まあ、バイスでなかったら壊し確定してそうでしたけど、まあおお、どこ行くの。先飛び完璧でしたねあああれね話し合って出ちゃうんですよあれ難しいんだよねちょびっとお釣りを、お釣りというか追加で入れるためのあの空中のやつがすげえ難しいんで、うん、引き投げ。あれ対空メイヒムミスるとああなるすげえわかる。さあ最強のメイヘムを対空でも使っていくあれだって対空で出す分には性能的には最強クラスでしょ。もうほぼ完全タイプですから。そうですね、しかもケーブルのジャストレベルさせるとすごい跳ねますからね。そうブロッキング取れてもどっか行っちゃうしね。困った時に全キャンで突っ込むこともできるし、そうあれ本当最強だと思います。しかもためいらないですからね確かにコマンドで出せて。おユンが減らされている。おーおーおお、あそうあれね、ため完了しない、あのためとかないからね。そうそう、いきなり出せるからね。普通に竜巻入力で出ちゃうからね。そう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 、
さあ開幕鉄三個さあ飛天総龍神ありますからね、鉄三個当たったら大ダメージに持ってかれますよ。なるほど。さあシャガダイパンチ、おっとさあ雷撃手ちょっと足元当てるのが素晴らしい。さあお互いまだ当てにもし、ね、大ダメージ持ってきますからね。どう崩すかっていうのとどう守るかっていう。さあ雷撃手シャガダイピ、ああ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 出ない。ああ、多分今なんか全キャノンさんだけど全キャノン、ああなんだよこれ。今日なんかグダグダの試合が多くないですか。ちょっと大丈夫皆さん。いや僕もそうなんですけど。いやー、いろいろありましたね。なんかありましたね。勝ったのはシールが。珍しくみんなあのいつものいつもできてることができてないみたいな感じの試合が多いですからね。さあ決勝戦パートその2ですね。そうですね、ここはこれはもう正直決勝戦で難しくない2人ですよ。さあ 1P だよし 2P ライポバリさんとカンちゃん、次じゃんけんしてスタンバっていきましょう。さあ響き戦はやっぱ下シャア、下のシャアに行き着きますね。下のシャアをミスないことが重要で、あとは対空の処理を。うまい。さあ取れないんだな。おおおお、なるほど、すげえ。そっか、そういうことできるのか。なるほど、いやいいキャラだな響き。っていうとね、視聴者の誰かさんが喜んじゃう。そうか、カラキャで逃げれんのか。ジャグジャグトーマ、いやーネチネチと、あれね、全キャのミスなんですよ。僕知ってるんですよ。出るんですよ、あれ。山崎の悩みはみんな共通。ヘビ出そうというのにヒャハヒャハとか言ってる、ね、あと上のヘビが出る。さあ、先鋒戦勝ってんのはライル響き。おっと、距離的に2プレスを出さない。しかも今ダブルに反撃もらわれたためにちゃんと奥の戦略キャンセルしたのは偉いですね。そう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 、追撃。さあ、スタッチもこれ溜まってんじゃね。と、溜めが溜まっていなかった。さあ、差し返し、しかばねガードさせて、ガードゲージと体力を。おおお、あれ何もできないんだ。さあ弱中、さあライヒミ大活躍。あれで割っちゃうとあんまり痛いのいられないですか。まあそうね、ゲラトーマかちょっと歩いてコパントーマーしくらしかないんじゃないかな。そうなんですね。さあしかしこの状況のエベがカクバクなんですからね。うん、おー怖い、これは暴れない。あ、結局こうなる。これは完走すれば終わってしまう。いいゲーム。なんだこのゲームは。前がいなかったことだった。これ結局ね、発動恐れて投げ食らってからの発動食らうってのがやっぱね。うわー、さあしかし最後に待ってるのは魔法の計算だと。さあ世界最強クラスの計算と来ましたよ。そうですね。間違いなく。いやー肘、多分何かミスったんでしょうね。さあ怒りゲージだけいい感じで溜まって、対象戦お互い体力マックス。ブランカはゲージ6割。さあうわ、いて痛え。絶対ライさんとダイパンなんか違うと思うんだよね、性能が。アパが打っていく、やばっ。決戦前、おっ、ま、バチカル、おーうまい、バチカル、これは、怖い、多分今年取ったのけど出なかった。さあこれで
さあ残り1個が溜まってる。とりあえず吐いて、わー壁打ち蹴れ。あ今危ないジャスト。いやもう1回投げる。いやでも怒るよこれ。発動カラキャン。カラキャン。あの人珍しいガッツポーズした。嬉しそうだったね。カラキャンアパが出そうとしたのかな今。多分今ライさんもね、なんか入力した。ガチャガチャってやりましたからね。いやー面白い勝負が見えました。そうでしたね。やっぱ中堅ベガの粘り強さですね。確かにね、うん、ベガはね思った以上に活躍したね。そうそう、あの状態のベガがやっぱね強いんだ。強いっていうか怖いんだ。次がね、はい、残りこれもう7人ぐらいなんでね、あのもうほぼ連戦で回ってきますよ。で今負けたライさんとシールガサ、ライ対シールが次じゃんけんしてスタートってください。これね、この組み合わせは多分一人目のイオリギースがめっちゃ大事ですよ。そうですね、確かに、うん、おー危ない、あと危ない取り方。おマリさんあえてギース先方にする。そうな、でもいつもそうですよ、僕とやるときもギースターよりはね、個人的により有利だと思うんだけど、かなり有利だと思う。たぶんチャンがそれ以上にしんどいと思ったんでしょうね。あーそうなのかね、そうかもしれない、ね、だから多分ギースなんだろうな。まだギースが面白いかもしれない。さあ、ああ総裁できない。おさあ昇竜、さあ割れるかどうか。ああ今しかし読みは良かった。割れて、これはカンちゃんかなり惜しかったですね。さっきのやっぱガーキャンでガードゲージが減ったのがそっから先響きましたね。これもねまとまりつかれるとちゃんも厳しいでしょう。多分バリさん的にこの組み合わせを避けたかったでしょうね、うん、おさあくずくぜ、まだ引いちゃ保てなかった。もう一回、なんて強気なんだ。チャンまだピオラ、さすがスタンチ80あるだけありますね。ガキャン、お今ヤオトメンじゃなくて鬼焼きでった、鬼焼きでましたね。鬼焼きで相打ちになってましたね。なるほど。さあカンちゃんが押しているが、チャンはやっぱ画面端で捕まるとそのまま死んじゃうんで、うん、セットプレー持っていけるかどうかですね。立ち受け、おおおお、まとわりつく最後まで。おあのね金太刀講師も強いんだよねあれね。発生サンフレで対空できますからね。あいつ強い、早いね。だいぶかっこ悪いモーションだけどね。強いよね。いやね分かってるカンちゃん、ロレントの嫌なこと分かってる。いやねこれねこうなるんだよ。特にシーキムはね空中ガードもすげえ怖いんで。あうまい、いやロレント、ごめんなさい、ロレント応援しちゃう、中立になれない。ごめんなさい、ロレントしてんで、ロレント好きすぎて。あでもうまい、まあでもロレントもこれキム戦は相当きついんだからのかね。いやでもね、そう、うまい、今の人はかなり危なかったですけど。あの飛びをいちいちコパンドを取らなきゃいけないのが悲しいですよね。うんうんうん、パトリー、あ怖い。カンちゃんなんか漏れた。カンちゃん試合前半すげえ良かったけど、そこからバリさんが対応してカンちゃんもあれあれってなった感じでしたね。さあ今度はトバリさんの楽しい時間だぞこれ。そうですね、これは気持ちいいんですよ。あのキムというね難敵を乗り越えれば、そう下がっとせは楽しいぞと。いやでもこの人対空出るよ。さっきピロシさん下がったもこれかなり強かったですからね、うん、そうカンちゃんももしかしたら強いですやりかねない。ショット、あの前提にやっぱお釣り入れたいところですね。うこわ。うわ今の足これだっぽいな。いや
大パンスラ、さあお互い中間距離で様子見、じりじりする、飛びが通った、さあ打っていく、あっこれ弱弱でも中足パッと中足テイク入ったら、あ死にますね、これ補助線乗って、ね、ほぼ中足テイクで死ぬ、あーあこれは、あ残った、だいぶ残った、あーあーかっこいい、バンちゃんしかも今なんか確定してなかったっぽい、相手の対空性の高さを信頼して釣りました ね勝ったのはトマリー、今空中カードの好きじゃなくて普通に地上で立ってくらって、うん、いやでもいい試合でしたね、まあ体力ないからね、メコデルタ来たらもう勝負に行くしかないと思ったでしょうね、うん、なんかマスクしてるとこの2人感じに似てますね髪型と、いやカンちゃん惜しかったね、あでもあでカンちゃん今負けたカンちゃんと俺最初はグージャンキーっぽい、ちょっと待ってくれレシオニが悪いことしてますね、なんだなんだ何が起きたんだあ怒ってるはずなのに2割ぐらいしか減ってねやばいぞ、あーそっか多分マイヤマザキにしたかったんだね、さあ投げて、あもう4割、さあ逃げて、いやヤベヘリがヤバい、せめて怒らしたい、ヘリすぎでしょいやこれはヤバいっすね、いやもう気持ちよくなってるよ、これは相当気持ちよくなってますよ、これ配信していいんだろうか放送禁止になりそう、放送禁止怖い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 、くれたんだ、うぅ、いや、めったいライさん、あ、うまい、よく出した、生き残って、あ、ただとりあえず出しとけとりあえず出しとけがすごい、あ、いいですね、飛びが通って、さあ、逆襲あるか、こっからあと残ってるの、練習中2人だぞ、お、あ、いやいや、おー、あー、しかも今ギリギリまでガムしてたのに、いやあ、取れないんだ、パチキ、あーもうこれトシは結構精神的にやられてんだろうな、これこれは怖い、あーもう最後は風に引き降りて出ちゃいましたね、あれね、全キャンヘビなんだと思いますよ、あれ。じゃあ上やっちゃう？じゃあこれなのかな？ここやって次？うん。ああここやろっか。バリさんと大先生。あそう。バリさんと大先生お願いします。C 対 C。
まあ組み合わせ的にもかなりキャラ的にはいい組み合わせなんじゃないですかね。さあ無理に勝利を出しはしない。ガオ先生はゲージダメを優先的に。さあ待っている。うわあそこでフリフレーム背負ってからの台足はやばい。落ち着いてる。よく落ち着いてますね。あもう一我慢欲しいねそこは。あいやでもカンちゃんあれですね、あのガオ先生のめくりにガード率が高いですね。まあこの組み合わせはキムの主要牽制技が竜巻に相性悪いんで、しかも竜巻に落ちるのも難しいんで、なかなかキムは繊細。あ、おお、あ、逃さない。あ、うまい。お、落ち着いて、いいですね。おお。今表裏どっちか分かんなかったんで前提で逃げようとしたのかな。キムの登りたいところにそばったが置いてある。お、画面端追いやって、あー当たってしまった。さあこっからシーサガットの我慢力の見せどころなんですけど、この組み合わせは相当むずい。うまっ、仕込んでる。一気に6割減った。攻める、いいところに。いやーカンちゃんうまいですね。あ、うまい中足の振り方。いやーが、お、裏行って、うお、変な当たり方。おーおーおー、確かに今昇竜出なくてよかったねっていう。ガオさんはもっとダメージ取れるはずだったところを、最初からもう投げに行く決めた感じですね。さあカンちゃんは出るよ。あー、そこは君切りたい。あー、これは終わるでしょう。いやー、はーい、勝ったのはガオ。いや、さっきの今のね、飛び通ったのもさっきのロレン、俺のロレントに飛び通ったのもなんか似た感じだった。テンパって変な技出しちゃうんだ。次もうライさんとガオさんだね。はい、1P がダヨシ、2P がトバリ。これウィナーズファイナルです。この2人は実はあと2回勝ったらもう優勝というところにいますか。なるほど、そうですね。1回はまだ負けれるんですよ。さあ大回転。お、空中で、ね、ずうずしいな。エビ引き逃げ、引き逃げ、おお。まあ、A 山崎はね、空中ガードもないんで。おお、これ、ね、近いとね、チャンの場合
シューのシャアもしゃがみに当たっちゃうんですよね。おお、強いぞ。強いね。この2人ハウスでもちゃっかりやってましたからね。なるほど、昨日。おお、飛びが入りそうな。切り毛立ち上げ。いやー、モルダーさんがマジベガの飛び落とせねえって困ってましたよ。乗っかられて死ぬって言ってましたね。まあおそらくね、チャンにとって一番やりたくないの、うん、組み合わせでしょうね、ベガって、うん。まあ、さっきからうまいですね、バイさんがあのジャンプ中パンチとか。さあもうこうなるとゲージ使いたくないだろうから、チャンスはあるかもしれない。チャンはね、キャラの特性上ガメアジに追い込めばね強くなれるんですけど、そうそうそう、ベガって強制的にサイクル車でガメージから脱出できちゃうんでね。そうだね、それでやっぱり相性が悪くなっちゃうっていうのはあると思います。一発食らってもって感じになりますもんね。別に一発食らってガメージから逃げんだったらみたいな。確かに確かに。これは大ダメージ、めちゃくちゃ減る。いやー、ギースト体力でも8割消しとんだ、ね、ロケッティや。今大先生も4点の風でしたけど、さらに速かった。あ、振り向き最高。多分今投げ落として最高した手段っぽいですけどね。なんだこの技。あ、でも今の多分ね、血足届かないと思ったんでしょうね、距離的に。あ、あ、よく中継で止めた。そう、イースはね、血足が届かないとね、デッドに行けないですよね。そうですね。だから多分今届かないと判断してダイヤシーンしたと思います。うまい。あれ僕も練習しよう。そうですね、あのキムとかの飛びもそうですけど、ね、電気アナスカウンターで逃げて大パンしちゃったらね。そうだね、あれ徹底すればチャンスも作りにくくなるはず。ロレントの最終手段だと思います。そう。あ、怖え。なんかやらしいこと考えてた。あ、やべ、食べかれしなかった。今倒れたからあれですよ、うん、なんとかアタックですよ。危ない、怖い。お、うまい、前出て。おお、ナイスカード。いやー、素晴らしいですね。おお、あ、いいですね。カウンター決定、カウンター確認。しゃがみコンパッション打ちましたね。カウンターしか繋がないですよね、うん、あれはね、立ち寄りちょっと難しくなるんですよ。そうね、カウンターでもいよいよ1振りしかないです。そうそうそう。さあ、しかしロリコとってもっと大きいでしょ。 A ブランカ、お、投げてる。おっ、これは裏から神豊来た。もう一回通っている。さあ決まり。さあ、あ、技を食らって、お、これは、おお、さっきの中盤置きが効いた。やりおった。すごい、動画後で見直そう。さあ、中盤置きが良かったですね。そうですね、 2P側で良かったですね。 2P ロレントの強みが、そうだね、そうだね、確かにね。さあ、ウィナーズファイナルで待つのはトバリー。これも見どころですね。おー、ピヨっている。ケツキック、すげえよく見てるな。もう追いついちゃった。あ、いや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 、絵的におかしいから。うわ
いやあそこの竜巻の処理から一気に流れが、ま、ライさんに。いやこれも多分ガイルはかなり面倒くさいと思う。前相手にするのケツキック、ケツキック、ライさんその技見たいだけなんじゃない。おっと、いやなんかダメージの、いや反応が良すぎる。ダメージの半分がケツキックで半分が水鳥の前よ。おお、届くんですね。さあ、いやーガオ先生の空中で張り合うのはかなり至難の技。逃がさない、逃がさないよ。おお、ガイルの体力が残ってればね、あれでもかなりいい立ち回りなんですけど、あと一発もクライナーになっちゃうと相打ちも痛いんで。さあゲージもある。チュン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 、おーっと助かった、よく見てる。あー、これはガオセ、あ、使っ、ちょっとも、そうですね、ギリギリどっちかなって迷いがあったんでしょうね。うん、まあでも殺しきるのは大事です。いやーガオ先生らしい、これね、この状態のガオ先生やばいから、マジでなんか入ってるから。あいやー全国大会の決勝でもほんとじりじりしましたからね、いつ見ても見応えのある。あー今2発目が、ライさんにはね、生青いバナが出しにくいんですよ、本当取ってくるんで。さあライさんの勝利で、これで勝った方が2位以上、負けた方が3位確定。はい、これルーザーファイナルですよ。あ、名前、残り3人、ダーヨシライト、ウィナーズのトバリの3人。マリさん、普通の大会でここまで上がってきたのって初めてかな。初めてかもね。ぜひ優勝も味わっていただきましょう、ね、初優勝、ね、味わってほしいですね、これは、ね。しかし上がってくるのはこの時ですよね。どっち上がってきても地獄ですよ。まあバーサスってのはそういうところなんです。今のなんですか、今の中断は何をしようとしたんでしょう。いやいいところ飛ぶな。おー暴れている。そう、おーすげー、山崎って大強いんですよね、かなり。あっと、さあ前転が通って、おーおーおお、マジか、差し返している。さあこれ近いと確定、しゃがみ台形で近いと確定ですね。おお、マイナス15フレームあるんで、まあ足しだけでも何でも、まあ、届けばって感じです、ね、届けば確定。さっきこの組み合わせでライさんかなり残業しましたからね。そうですね、しかし今度はそうはいかなかった。いやもうちょっと疲れたんでしょう、残業しすぎて。さあそして先ほどは一瞬で終わってしまった組み合わせ。そうだね、今度はどうなる。おーおーおー、裏に行ったのによく、いいですね。
さあベガはどう当てていくか。いや今のも何も危ない。さあ発動、さあ発動して、まあしかし中央から食らったからこれはそんなに、そうですね、まあそんなにしてもそれでも6割減ってんだけどね。そんなに減らない、6割、6割でも減らない方だからね。死んでないからね。死ななきゃ安いみたいな、死ななきゃ安い。ああさっきガオ先生あれで水取りを食らって、あ密着の大パン課長戦は最後確定なんすね、あれ。へえ知らなかった、それっぽかったね今。多分ダイソー知ってるやったんだろう、うん、多分ね。お今度ベガがさっきと違う流れ、さあレシオに消えたあと、おおそしてたまる、スタッチが溜まってるぞ、ガードはできたけどこれスタッチは溜まってんの、そうだね、スタッチがもう切れ済んでんじゃないかな多分。あこれで割れて、おうまい、練習してない。練習してない。おあとでもレベル3キャノンが繋がんないって初めて見たかもしれない ね、 そうだね、ちょっとびっくりした、レベル3無条件繋がると思ってたんだけど、ね、今までそんなに先端にも見えなかったんだけどな、うん、バーチカル、あさあこれはまず何起き上がる、そして来て進んで、うお勝利、そしてたまる、さあオリコンたまった、あはすぐ発動、ナイスさん割と素直に食らった、あなんかすごく割と2回目のガッツポーズだよ。素直な感じに食らいましたね。というわけで、グランドファイナル、ライさん3位、ライさんが3位、でも押し切ろうとしたのかな、ナイスさんとライさんの試合っていつもあとお互い行ってると終わるっていうところまで行ってからすごいね、面白い ね、いい勝負だったね。まあでも A グル相手に K グルであと1手まで常にいけるっていうライさんもすごいんだけど、いやすごい ね、 ね、波の人が K グルやるとね大体は先方で3打で食らったりして終わっちゃうからね、ベガ抜けないからね。1人目のベガ抜けないから、最後のブランカ拝めないっていうね人も多いから。さあ、ダウスさんが1ライフ、トバリさんが2ライフです。じゃんけんの結果ダウスさんが 1P、 2P がトバリさん。立ち立ち上キック、怪しいね。さあこれバリさん勝ったら優勝です。おバリさんこれ優勝だ、超嬉しそう、ね、嬉しいでしょうね、嬉しいでしょうね、初めての優勝になるの。大回転、おおさあ大徘徊投げ、ごっそり減るぞ、もう一回いったか、前出たが敵の出がかりを投げて、OK、あれはガーキャン、ガーキャン、ガーキャンですね。そうですね。おっと今何を？多分今入力したんだろうけど、多分全然ノーション中だったから出なかったっ、うん。なるほど。ああ。ああなんて思った。今日はみんな多いなこういうの。さああと一発が遠い。あ、知らない、あの全強者はマジで強い、そうそう、割とね、全部できちゃうんだよね、ちゃんの行動に対処がちょいと本体を全部ね、当てちゃえる、そう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 。さあ、中継ベガうまい、中ピ、投げてる、さあ、画面端、だからちょっと距離があるので空爆もガードしている、裏回りででもガードしている、割と懐かしい。ああチャンスがやってきた、今のも危ない、これマジでバリさん勝てるから、今のは惜しかった、あまあ今のはね小判からにするべきでしたね、まあ難しいんだけどね、難しい、わかるわかる、最高はガードしている、お、お、中足中足、この技なんとかしてよ。おお。あと。あっと。何起きた。今のは二三回もったないプレーがありましたね。あきち。あっぱ。おお。ダイス先生もちょっと焦ってますねこれ。
さあだからここで落ち着きを取り戻してもう一回ヘッドプレス祭りにダブルアップ、おお、ショーダーデミー、しかもレベル差持ってる、マジで。さあ戸張さんの優勝が見えてきたぞこれ。ちょっと今びっくりした。さあどうする男子、列車にブラッカーああま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 あこれはね、まあでもローレットゲージ持ってますからね。そうですね、さっきの奇跡がもう一度起きるかもしれない。また 2P 側なんで。そう 2P ローレットはね、あの2択がねマジで強いからね。 あれ強いね。いいですね。いや落ち着いてる。さあローリング、さあ全キャスカーだからダイバッチマジ強い。そうあれで空爆されてもね、うん、逃げれるからね。あーなんでみんな今日こうなの。さあこれはゲージがなくなって、シャカダイピ、さあ投げている。あーそうそうあれで全キャできてもねガード入れちゃうとねガードになっちゃうんですよね、あれね。なるほど。さあいけ、これはダメージソースがなかなかない。ブラッカーゲージもう7割溜まってる。溜まるの早い。ちょっと遅らせてコパン出したが、いやーガードゲージも引かれてきた。ひいやめっちゃいい勝負。ダイパン、うおあーあーあーあと、なんでみんな今日こうなの。最後まで出ない。あでも割れちゃうなこれ。おーあー割れた。ちょっとグッダグダ珍しい。いやー